どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。今日はですね、ベースマガジン2冊の間からお送りさせていただこうと思うんですけれども、皆様、ベースマガジンご存知でしょうか？そうです、その名の通りですね、ベースの専門誌なわけなんでございますけれども、今回はこのベースマガジンがですね、ついに機関誌になってしまうという批評を受けてですね、これは私も動画にせねばと思いまして、お送りしております。その情報をどこで知ったかと言いますとですね、私が大好きな YouTuber の中の一人にですね、ベーシストの久保敦史さんという方がいらっしゃるんですけども、その方チャンネルをやってらっしゃいまして、ベースに関するいろんな知識のお話をされていたり、いろいろな機材のレビューなんかをたくさんやっていらっしゃる方で、とてもベーシストにとってはね、参考になるチャンネルでですね、チャンネル登録させていただいてですね、いつも見させていただいてるんですけどもね、で先日のその久保さんの動画でですね、ベーマが機関誌になるってよっていう動画を見てですね、衝撃を受けまして、そこで知りまして、ああついにベースマガジン機関誌になってしまうのかと、月刊誌からついに機関誌になってしまうのか、悲しいなということでですね、ベーシストの私としてはこう悲しい限りなんでございますけれども、ベースマガジンといえば、私がそのベースを始めたばかりの頃、それこそ30年ぐらい前からですね、当たり前のようにある雑誌で、で私が読むようになった頃っていうのは隔月刊誌だったんですね。1ヶ月おきに発売されていた雑誌で、でまあ、もうちょっとこれもボリュームは厚かったかなという記憶してるんですけどもね。で1993年か94年、私が高校3年とかかな、3年か、まあ、卒業したかどうかぐらいの頃から月刊誌になったというふうに記憶しております。そこから今までね、月刊誌としてずっと続いているわけなんでございますけれども、私が高校生の頃からインターネットが発達するまでの時代っていうのは、やっぱりこう雑誌から情報を得ることしかできない時代だったんですね。私が学生の頃とか、音楽の情報っていうのは全て雑誌からというか、何か音楽の情報、バンドの情報を知りたいとか、ベースのことを知りたいと言ったら、やっぱりもう雑誌から得るしかなかったんですね。こう今みたいに Google 先生でポチッとこう検索して調べるというわけにはいかなかったんで、もうわざわざですね、本屋に行って、こう雑誌コーナーでこう雑誌を見てですね、こう情報をインプットするということしかできなかった時代なんですね。その時代ですね、バンドのメンバー募集でさえもですね、雑誌で行ってたんですね。まあ雑誌とか、まあ楽器屋に貼ってある貼り紙とかね、ことなんですけども、雑誌のメンバー募集なんかね、すごかったんですよ。もう、住所と電話番号そのまま掲載してんですよ。雑誌に。もうそれね、今考えると信じられないなと思うんですけどね、本当に普通にね、東京都何々区とかね、何々どこどこどこ、電話番号03の何々とか、普通に書いてあったんですよ。名前もフルネーム書いてあって。で、直接それを見て、こう、メンバー募集を見ましたってね、直接手紙を送るというね、すごい手法を取ってたんですけどもね、今、そんなんあったらもうやばいですね、もう個人情報もダダ漏れでね、もうあの頃の情報ってどうなったんだろうなって今思いますけどもね、こう今でこそ、もう Google 先生でね、こうパパッと調べれば何でも出てくるんでね、ベースで言ったらもう弦が何本でどんな音がする楽器かなんていうのある程度の人はもう知ってると思いますけれども、当時なんていうのはこうベースといういわゆるこうマイナーな楽器なんでね、そのマイナーな楽器の専門誌なんていうのはこう日本ではこのベースマガジンしかなかったわけなんですよ。やっぱりね、そんな中でね、こう月刊誌から機関誌に なってしまうというのはこう非常に寂しいなというふうに思ってるわけなんでございますけれども、やっぱり時代ですかね、こう紙媒体の衰退というか、やっぱどうしてもこう抗えないところがあるのかなというふうな印象があるんですけどもね、今わざわざこう情報入手するために本屋まで体を移動させて、そこで本棚から、目星雑誌を探して、雑誌やら本やらを探して、そこでこう探すという作業もあって、でやっと見つけて、でレジまで持って行ってお金を払って買って、でまた自宅まで体ごと戻って、でまたこう袋から開けて、でようやくゆっくり読めるという、そんな工程を踏んでこう情報を得るということ、今の人やっぱりなかなかしないですもんね。やっぱりもうこう Google 先生にこうポチッと聞けば、もうカジュアルなことは大体教えてくれますから、大体のことはもう大まかにわかるわけですね。例えばこう先日の爆竹の今井さんがインスタにギターとベースを1本ずつ上げてたんですね。で私それにコメントをさせてもらったんですね。ミュージックマンのスティングレー使ってるんですねと
いうふうにこうコメントさせていただいたんですけど、周りの人から見たらもしかしたらミュージックマンスティングレイって何なんだろうって思うかもしれないですよね。ギターとベースっていうことは分かっても、ミュージックマンスティングレイって何なんだろうって思った方もいらっしゃると思います。でもそんなのね、こうミュージックマンスティングレイってこう Google 先生に聞いたら一発で答えが出てくるわけですよ。もうそんな時代なんで、昔だったらミュージックマンスティングレイってなんだってモヤモヤしながらこうベーマがベースマガジンをねこうさバラバラ見て、ミュージックマンスティングレイあったーみたいなね、そんな時代だったんでね。でね、私のこうささやかな夢としてね、死ぬまでに絶対ベースマガジンに載ってやろうというね野望があるんですけれどもね、それがですね確率がちょっと減ってしまうかなというね、機関誌になるということで年に4回しか発刊されないんですよ。もう非常に寂しい。なんかのタイミングで乗れないかなみたいなね、未だにこう40過ぎた今でもねやっぱり思ってるわけなんですけどもね。ということでね、年に4回しか発刊されなくなってしまうベースマガジンなわけなんですけどもね、まあ、あの、なくなるよりは、まあ、まだ良かったかなというふうに思ってます。まだね、ベースの熱い情熱を持っている方々が、まだまだ世の中にはたくさんいらっしゃると思いますし、ベースマガジンを求めている方もたくさんいらっしゃると思いますので、どうか、このまま、機関誌でも構いませんので、末永くどうか続けていってほしいなというふうに思っている次第でございます。ということでですね、今回はこんな感じで動画を終わらせていただきたいと思います。今回の動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでまた動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。